ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、あ、私エリートになりたい。は？エリート？頭湧いたか？ひどすぎ、悔しくて涙が止まりません。そんなこと言われても、急にエリートになりたいなんて言われると、戸惑うだろうが。かといって、頭湧いてるってのはひどすぎるのよ。まあでも、今日はちょうど、そんなエリートになりたい霊夢にぴったりな話題を持ってきたんだぜ。え、私にぴったりな話題？何かしら。ってことで、今回は、やっぱり実在した？ナウエリートが実在する恐るべき証拠についてを紹介していくぜ。ナウエリート？なんか、面白い名前じゃない。今の時代を駆け抜けてるエリートって感じだよな。それは人間なの？今を生きてるの？まあ、ユーマなんだけどな。エリートでもなんでもないぜ。はぁ？てか、今までも紹介してきたことあるだろう。今回も、前紹介した情報と被ってることもあるけどな、新しい情報もどんどん紹介していくから楽しみにしててくれ。そうだったわ。私の、アンポンタン。それでは、ゆっくりしていってね。まず、ナウエリートとは一体何なのだろうか。なんだっけ？南米版ネッシーだぜ。ネッシーってたくさんいるわね。確かに、姿が似ている子たちは全員〇〇版ネッシーと呼ばれてるからな。それに、この写真がナウエリートでしょ？まんまネッシーじゃないの。その通りだぜ。他にも色々な写真があるんだが、どれもネッシーに激似だよな。本当だ。写真でわかる通り、この子には長い首があり、その先には小さな顔。背中にはコブがあり足にはヒレ状のものがくっついているんだぜ。大きさはどのくらいなの？約5から40メートルだぜ。すごい、幅がありすぎー。最大と言われているシロナガスクジラでさえ、体長は34メートルなんだぜ。そう考えると、こいつ、やべえやつだぜ。やばすぎる。しかも、サブタイトルで紹介した通り、この子は、紙幣にも印刷されているほど有名なんだぜ。何円の紙幣？アルゼンチンの91ドル札だぜ。それだけ、あっちでは有名だってことがわかるよな。日本で言えば、福沢諭吉とかと一緒な感じだもんね。すごいわよ。まあ、でも、1ペソ紙幣の写真を見ると、湖は確認できてもナウエリートは見つからないんだよな。だからこの1ドル札はデマで、実際の紙幣にこの子を合成させたものなのでは？という噂が立っているそうだぜ。そうなの？実際にあっても全然いいと思うのに。まあ、紙幣の偽造は犯罪になってしまうし、この真偽はわかってないんだよな。で、話を戻すんだが、この子は、どこにいると思う？どこって、あれ、南米って言ってたよね？それに、アルゼンチンの紙幣ってことは、アルゼンチンの湖にいるんだ。その通りだぜ。この子は、アルゼンチンのナウエル・アピコにいるんだぜ。ナウエル？ああ、なんかナウエリートと似てるかもしれない。そこから名前を取られたんだろうな。この湖はチリとの国境に近いアンデス山中にある湖なんだぜ。ほうほう。面積は 550km、最大水深は 45m なんだぜ。ちなみに、これはネッシーがいるネス湖の面積の10倍近くも大きいんだぜ。でっか、そう言われると、めっちゃでかいってわかるわね。ネス湖の最大水深は 230m なんだぜ。どっちの湖も、十分巨大な生物が住める場所だとわかるよな。そうね。また、面白いことに、この子は先住民族のマプチェ族の神話の中にも登場しており、先住民は、歯を持つ怪獣のようだと表現しているんだと。神話にも出てきたのね、神秘的な子。実は、この子は最近結構目撃されているんだぜ。そうなの？まずは、1897年、湖の近くに住んでいる農夫が、長い首を持つ生物が泳いでいるのを目撃しているんだぜ。近くの湖でそんなの見つけちゃったらちびっちゃうわよ。あとだな。霊夢、今は何世紀だ？21世紀？そうだぜ。実は、1897年以降、20世紀にこの子の目撃情報が数多く挙げられていたんだぜ。最近じゃない。そうなんだぜ。詳しく聞かせてもらおうじゃないの。まずは、1910年、会社経営者のジョージ・ギャレット氏が、湖畔から数百メートル離れた湖面から顔を出している巨大生物を目撃したんだぜ。また、体長は約5から7メートルあり、水面からは2メートルほど顔を出していたんだと。7メートルの話を聞くと2メートルなんて小さく感じちゃうわね。そして、この話を聞いた、ある動物園の園長はこのコープレシオサウルスの生き残りなのではと考えているそうだぜ。よく聞く名前ね。プレシオサウルス。
その後、園長は1922年にユーマハンターとして湖に乗り込んで、大規模な捜査をしたそうなんだぜ。結果は？結局見つかったの？いや、結局園長たちは見つけることはできなかったんだぜ。しかし、この園長の捜査をきっかけに欧米中に、この子の存在が知れ渡ったんだぜ。すごい、園長、さすが。でも、悲しいことにだな。1933年にネッシーが出てきてしまったことにより、話題はナウエリートからネッシーへと移り変わってしまったそうなんだぜ。そんな、すぐに話題が移り変わってしまうだなんて。でも、時系列的にはナウエリートの方がネッシーより先に目撃されてるんだよな。そうだ。この他にも、まだまだ目撃情報はあるんだぞ。聞かせて。1976年、数メートル離れた湖畔から、数人が白鳥のような生物が水面から出ているのを見たと発言していたそうだぜ。何人も目撃したのね。しかも、目撃した生物の体長はだいたい5メートルほどあったそうだぜ。でっか。その後、1986年、今度はヒレのある生物が発見されたんだぜ。ヒレは確定であるっぽいわね。この頃から、ナウエリートと呼ばれ始めたそうだぜ。へえ、この頃から。そして、翌年の1987年から1989年、観光客や森林局グループなどが目撃したんだぜ。またしても、大勢が目撃しているのね。そうだぜ。その時目撃された生き物は、だいたい15から20メートルの大きさで泳ぐ速度は時速30キロメートルほど。他にも、2つのコブを確認したそうだぜ。30キロメートルか。まあまあ早いわね。そうだぜ。まあ怖いというよりこの生物は何なんだとびっくりしちゃいそうだな。確かに。しかし、この目撃情報は、すべて一般人のものに過ぎない。おう。ここで、出てくるのがナウエリートをアルゼンチン軍艦が追跡したという証言なんだぜ。そんなことがあったの？軍ならきっと記録も残っているし、すごい信憑性が高そうだろう？まあ、さっき一般人どうのこうの言ってたんだが、この軍の証言も正確ではないらしいんだがな。なんだよ。確かに1960年に、海軍の潜水艦が正体不明の物体を追っていた事実はあるんだぜ。でも、この時代は資本主義国 VS 社会主義国の冷戦の真っ只中。この怪しい物体は、敵国の潜水艦だった説が濃厚なんだぜ。潜水艦かい？でも、なんで潜水艦がナウエリートと勘違いされたの？どうやら、軍がこの物体のことを発表したとき、ネスコの怪物が迷い込んできたようだね。ははと関係者が発言したため、ナウエリートを軍が追ったという話になってしまったそうだぜ。いろんなおひれがついたのね。ま、噂ってそんなもんだぜ。確かに。さて、ここまでいろいろな写真とともにお送りしてきたが、一番最初に写真を撮られたのは1986年なんだぜ。おう。ある日、ボートに乗っていた夫婦が水面から、奇妙な音が聞こえたと言ったんだぜ。ほうほう。音をした方を見ると、動物らしきものが動いていたんだぜ。こわ。旦那さんの方は、ボートでその動物の元へ行こうとしたんだが、奥さんが全力でそれを止めたんだぜ。まあそうよね。結局、その動物の元には行かず、写真を撮ることにしたんだぜ。それが、一番最初に撮られた写真となっているぜ。ボートを楽しんでいただけなのに、そんな歴史的なことをしてしまうなんて。その20年後の2006年、アルゼンチンの新聞に、ナウエリートの写真が3枚も掲載されたんだぜ。3枚も。新聞社に持ち込んだのは、匿名希望の男性。面倒ごとに巻き込まれたくないとだけ言い残し、その場を去ったそうだぜ。不気味すぎない？不気味だよな。しかも、残していった3枚の写真もなかなか不気味なんだぜ。どんな感じなの？それが、この写真たちだぜ。うわぁ、不気味。確かに、こうやって見るとネッシーみたいだな。そうだよな。ネットでは、流木を加工しただけという意見も多かったんだが、その真相は今でもわかってないぜ。流木を加工か。まあ、実際に見てないし、そう考えちゃうのも無理はないわね。男性も写真も全てが不気味で、疑われ続けていたのだが、2006年に YouTube にナウエリートの亡骸を見つけたという動画が上げられたんだぜ。それはいるじゃない。詳細をはよ。が、しかし、この写真を見てくれ。なんか、土を持って形成しただけにも見えないか？しかも、これを発見したのは、ある有名な博士なんだぜ。だから、もしこれが本物だったら、もっと大騒ぎになっているのではないかと言われているんだぜ。そ
そんな感じだったらフェイクの可能性も高い気が。そうだよな。悲しいことに、真相はまだ謎のままだからな。さっきも言った通り、本物を見ないと信じられないんだよな。まあ、フェイクどうのこうの言ってるんだが、2008年にはスペインでナウエリートの頭部が撃射されたんだぜ。ここまで鮮明に映ってるのすごくない？顔も結構くっきりしてる気がする。ネットでも、霊夢の意見のようなことが言われてるんだぜ。それに、ユーマの写真でこんなに鮮明に写っているものはなかなかないから、逆に写真をフェイクだと言い張る人も多いんだぜ。人間って、すぐに疑うわよね。そんな生き物だからしゃあなしだぜ。それはそうだった。現地の人からすると、この写真の頭部らしきものは、流木の写真に目や牙を書き込んだだけではないかと言われているそうだぜ。ユーマの写真あるあるって感じね。2011年、今度は、写真ではなく動画が公開されたんだぜ。動画。この動画は、2023年1月でも見られるから、消されないうちにぜひ見てほしいぜ。見る。その予習として、ここではスクショを紹介していくぜ。この黒いのは、黒いのが、そう、ナウエリートと言われている生物だぜ。すごい動いてる感じする。これは、明らかに何かいるわね。そうだよな。まあ、魚の可能性もあるし流木の可能性もあるんだが、それだったら、もっと大騒ぎになっているはずだよな。それはそうだわ。これも、真相は明らかになっていないし、本物だったら面白いよな。願う、本物と願う。次に紹介するのは、2022年6月に撮影されたものだぜ。最近すぎる。撮影した女性は、遠くからその物体を見た時に船が動いているのかと思ったそうなんだぜ。うんうん。でも、形的にどう考えても船やボートではないんだぜ。ああ、確かに。そうかも。変なものが動いてる感じ。そうだろう？なかなか泳いでるスピードも速いから、船ではないという考えもあるし、船だっていう可能性もあるし、妄想力で補うしかないぜ。私たちがお得意のやつね。任せておきなさい。ここまで話してきたが、ナウエリートは本当にいると思うか？まあ、いてもおかしくはないと思うけど。てか、いてほしいかもしれない。霊夢はいてほしいんだな。うん。実は、この子の正体についてはいろいろ研究されててな。その結果プレシオサウルスの生き残りや、魚竜のイクチオサウルスなのではないかと言われているんだぜ。推測されてるのはいいんだけど、大きさとかはどうなんだろう？ナウエリートはかなり大きいものね。参考までにだが、プレシオサウルスは2から5メートル。イクチオサウルスは2メートルほどしかないんだぜ。しかないって言われても、普通に考えたらかなり大きいわよね。ユーマを普段から調べていると、感覚ってものは狂ってくるぜ。確かに狂ってる感はある。他にも、古代クジラ説や巨大ウナギ説なんていうものもあるんだぜ。クジラもウナギも形が全然違うけど、古代だったら形は違うのかも。また、この付近60年で行われた核実験により、突然変異で生み出されてしまった悲しき生物だという噂も立っているんだぜ。正直、それが一番それっぽいな。この時代は、しょうがないよな。核実験どうのこうのは。それで、どうなの？正体はわかったの？わかってないから、こうやって話題にしてるんだよな。それもそうだった。まあ、実際は今でもナウエリートの正体は謎のままなんだぜ。しかも、目撃情報は後を絶たない。それも、また、ユーマを観察していく上で面白い情報ね。正体は分かってほしい気持ちもあるけど、このまま謎に包まれていてほしい気持ちもある。研究している人たちも、日々研究観察を続けているんだがな。どうなんだろうな。ね。ちなみに、ナウエリートの動きに一番近い生き物は哺乳類だそうだ。哺乳類？鹿やカワウソが集まって動いている姿が、ナウエリートの動きと似ているらしいんだぜ。へぇ。あとは、特定の湖で見られる地底から、湧き上がってくるガスの影響ではないか？という説もあるんだぜ。なるほどね、ガスは、まあわかるかもしれない。目には見えないけど、水面には何かしらの影響は与えているし。ま、こんな話をしたところで、私たちにはナウエリートの正体はわからないんだけどな。今後の情報を楽しみにするしかないわね。って感じで、やっぱり実在した？ナウエリートが実在する恐るべき証拠について終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。